ありがとう、こちらこそ。すごい。なんかさ、私に何も言わずにさ、進化してんだよね、ショールームって勝手に。なんか 何も報告がないんだよ、私に。あ、年越しそばです、どうぞ。年越しそばです、どうぞ。だだ、みんな、お食べ。年越しそばだよ。年越しそばだよ。みんな。年越しそばでも年越す前に食べなきゃいけないんですよ。なんか調べたんですよ、私。なぜそばを食べるのかって言ったら、そしたら今年の風運をなんかバイバイするみたいな。なので皆さん、すぐ食べてください。即食べてください。いいですか？ なんか多分もう年齢的にもこの今日だけは夜12時を超えても配信できるはずなんですよね。なので今日は年をもうまたいで皆さんと一緒に年越しをしたいと思います。何気に初めてじゃないですか、こういう年越し配信するの。多分初めてだと思うんですけど、楽しみです。やったー。だってさ、年が変わるさ瞬間に皆さんと一緒にいるってすごくないですか？最強や。イエーイ。去年何してたんだろう、私。去年はなんかテレビ見ながらなんか遊んでました。イエーイって、おめえおめえって言って遊んでました。 一人で リビングに一人でいて、あげおめあげおめおめおめって一人で踊ってました。なので今年は皆さんと一緒に年を超えれて嬉しいと思っています。ガキ使見てる方いますか？でー。あ、すごい。これそば？あ、年越しそばだ。ありがとう。なんか虹色なんだけど。ありがとう。年越しそば。ありがとうございます。それで私は何が楽しみかって、明日私がいつもいつも楽しみにしている有吉さんの夏休みの冬バージョン、有吉さんの冬休みが確か明日にやるんですよ。もうそれが超楽しみ。私毎回のシリーズ見てて大好きなんですよ。録画もして、であれ再放送とかされるじゃないですか。それもめっちゃ見てるし、もう全シリーズ多分2回ずつぐらいは最低全部見てるんですよ。あれ大好きなんですよね。いいよね。夏のやつとか最高だよね。海とかあれ最高、大好き。全部見たよ。だから明日も見ます。もうそれが本当に楽しみで、もう寝れないかもしれない。大好きあれ。いいよね。 じゃあ自己紹介タイム終わったら
今年について喋ろうかなと思います。そう、ハワイね、ハワイ行ってたよね前。なんかあのテレビ見てハワイが好きになったんですよ、行ったことないのに。な、面白そうもね、いいですよね。あ、ありがとう2020。すごいねこれ。そうだね。いやー今年は本当に、あ、喋り始めちゃった、まだって言ってたのに。あと有吉さんの壁も大好き、あれも面白すぎる。なんかなんて言うんですかね、決まってないじゃないですか、何が起きるか分かんないっていうのが最高。うん。見事壁クリアです。うん、こんな感じですね。うん、うん、お、そうなんですか、赤組が勝ったって、イエーイ。白組の皆さん、え、本当に？速報、速報、赤組が勝ちました、本当に？多分本当だ。赤組勝ったって、赤組勝ちだって、イエーイ。白組の皆さんごめんなさい、イエーイ。え、やった、久しぶりじゃないですか。白組の皆さんごめんなさい、ぽいぽい、やったー。赤組勝ちましたって、やったー、嬉しいですね。優勝。もうね、大晦日いろんなテレビやってますよね。うん。うん。そう、有吉さんの壁も大好き。あれでも体験してみたいですよね、芸人さんがいろいろやるのをずっと見てみたい。見事壁クリアですって言ってみたい。笑いすぎてダメかも。こんばんは、ありがとうございます。うん、すごいさ、年越しそばすごくない？あ、もうちょっとで自己紹介タイムに入るかもしれない。こんばんは、こんばんは。めっちゃそば食べてる私、わんこそばだ、わんこそばになってるんだよ、わんこそばになってるから、ちょっとわんこそば大会、次次、はい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 、こんばんは、わんこそばだよ。あ、
でで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 でドゥ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 チュ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 、ありがとうございます。あ、もうちょっとで自己紹介タイムに行きそうな予感はしてます。ありがとうございます。あ、自己紹介いきます。せーの、デコポンスーパー思いっきりミーポン。ありがとうございます。あ、2020年最後のキャッチフレーズです。ラスト、2020年ラスト、ラストキャッチフレーズ、ありがとうございます。ラストキャッチフレーズ、ありがとうございます。やったー、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ今年の話をしますか。今年一年はやっぱり、まあいつも、あ、こんにちは。まあ、いつもとは全然変わった1年だったじゃないですか。こんなことになるとは思わなかったけど、いろんなね、なんかリモートっていうものが出てきたりとか、なんかいろんな価値観が変わったり、 ありがとう2020、いろんな価値観が変わったり、いろんなものが変化した年だったんじゃないかなと思いますし、まあ自分的には何してたの1年、この1年を言葉で表すと何ですかね、何だろう、悪く言えばなんかこう戸惑ってて、あんまりこう大きくは動けなかった、まあ気持ち的にも物理的にもあんまり大きくは動けなかった一年だった。でもよく言えば、まあなんかこう充電になったというか、次に進むための改めて充電期間にもなったし、今後どういう風にしたいかっていうのを改めて自分と向き合って考えられる年になったんじゃないかなと、なんか来た、思います。そうだから、今年1年の、こととか自分の中の葛藤とか環境の変化が来年にどう影響してくるのかっていうのが結構楽しみです。でも私的に今後の人生でこの1年が割とターニングポイントになる気がするんですよね。多分見てる方からしたら全然そんな感じしないと思うんですよ、この1年を。でも私的には多分今後の何年間の中ですごい大事な1年になったなと思うので、来年は今年考えてたこととか悩んでたこととか、これしたいなあれしたいなって思ったことをこう一つずつ出していける1年になりたいなと思います。今年の思い出、なんだろうな、今年の思い出、でも基本的には劇場公演とかも配信だったりとか、あとお客さんも半何パーセントとか8人公演になったりとか、いつもとは違う形ではあるけども、こう皆さんに見てもらえる機会がなくはなかったので、それはすごく、まあ、少ないけどいつもよりは、それらはすごい楽しかったなと思いますね。あとは握手会とかもオンラインになっちゃったから、改めてなんか今まで当たり前にやってきたことがすごいありがたいことだったんだなっていうのに気づけた1年でもありました。でもなんだかんだ楽しかったです。いつもとは違う形だったけど、なんだかんだその中で楽しんでた自分がいたと思います。
とはやっぱり SNS とかのコメントですごい元気もらいましたね。うん、なんかこうなんていうんですかね、なんだろうな、やっぱそういうコメントとか読むと余っててくれる方がいるんだなっていうことが分かって、じゃあ私も頑張ろうって思えたので、ファンの方の存在には今年もよりありがたみを感じました。ありがとうございました。1年間ありがとうございます。うん、てかそういう意味でも充電になりましたね今年は。うん、なんかこうね、結構時間とかを気にせず過ごせた期間とかもあったから、なんだろう、先の予定が分かんないからとりあえず今はゆっくり過ごそうみたいな、そういうゆっくりまったりできる時間があったのが私的にすごく充電になりました個人的には。でも本当に全部を遮断してゆっくり休んじゃうと、私こんなに休んでていいのかなっていう不安に駆られると思うんですけど、今年はまあみんながそういう感じになっちゃったっていうのもあるし、その間にもなんかファンの方からのね言葉とかコメントがあったので、なんていうんですかね、心置きなく過ごせたというか、だから自分的に今すごい元気です。うん、だから多分今年どんどん元気になっていく感じに気づかれた方もいるかもしれない今年がなかったら、今年が今まで通り普通に過ごしてたらやばかったかもね、逆にもうバーンってなってますおバーンみたいな、だこうバーンってなりそうな寸前で今回のことが起きたので、まあ、ちょっとこうゆっくり休むことができて、うん、すごいなんか今元気だと思いませんか、わかんないけど、自分で元気って言っててわかんないけど、結構元気そうに見えてますかね私変な質問なんか元気になったと思うんですよねこの1年間うん、そう、なんかね、何かがこう回復した感じがする気がするんですよね。そうだから、うん、なんか悲しいこともあったけど、悪いことばっかじゃなかったな。そうそうそう、悪いことばっかじゃなかったし、まあなんだかんだとても楽しかった1年でした。ありがとう。え、もうすぐじゃんね。私さ、この時計がさ、ピッピッピッピの時計じゃないんですよ。シャッチャッチャッチャっていう時計なんですよ。だから今何秒前とかわかんないんですけど、皆さんの中でカウントダウンできる方いますかね。5秒前、4、3みたいな。あ、パチパチ。ありがとうございます。皆さんの中でもし秒単位でカウントダウンできる方がいたら、教えていただきたいです。何秒前みたいな。それで0時になったらみんなで明けおめってやりたいですね。ありがとうございます。まあ確かにタイムラグはね、ありそうですよね。え、でもあと5分じゃん。え、どうしよう。ありがとうって言ったらいいの。あと5分どうやって過ごしたらいいの2020年。イエーイ。分かんないんだけどね、あと5分ってどうしたら、どうやって過ごせばいいの私。あと5分分かんないんだけど、でも後悔はないんですよ今年。だからもう後悔はないから別にいいんですけど、最後の最後どうやって過ごそう
とにかく感謝を伝えます。皆さん2020年ありがとうございました。2020年の10秒ぐらいラグがあるって、まあそうですよね。まあでもね、なんとなくタイミングが合ってればいいと思います。ありがとう2020年のみんな2020年の私だよありがとう。2020年の一日一日、いやでも本当にファンの方がいなければ私はもう本当にただの何もない一年になっちゃったと思うので、本当に皆様には感謝しています。ありがとう2020年、そしてありがとう2020円って言っちゃった。2020年を応援してくれたファンの皆様、本当にありがとうございました。もう何回ありがとうを言っても足らないくらいですねありがとうみんな。あと2分ぐらいは切りましたよ。ありがとう。もうひたすら感謝を伝えるわ。ありがとう。2020年もこういう状況の中でも変わらず応援してくれていた皆さん、まあそれぞれ公演を見れたりだとかいろいろな方いらっしゃると思うんですけど、心の中に私を置いといてくれた皆さん、ありがとう。2020年ありがとう。うん、そうですよ、終わりよければ全てよしってことで、2020年最高そう、ここでよければもういいんですよ。ありがとうございました。あ、もうちょっとだ、あと1分切りましたよ。バイバイ2020年、バイバイ。あと本当に何秒だ、あと40秒ぐらいだって。どうしよう、やばい、緊張してきた前髪整えようあと何秒だ、ちょっとあと何秒だ、前髪整えよう2020年どうもありがとう。よい、私をありがとうございました。あ、やばい、あとちょっとだ、あと何秒だ、わかんない、あと10秒ぐらい、あと5秒ぐらい、4 3 2 1、あきらめー、やばー、ハッピーニューイヤーがいっぱいいるんだけど、すごーい、あけおめー、あけおめおめー、ハッピーニューイヤー、あけおめー、やばー、ねえ、なんか牛がいっぱいいるんだけど、あきおめハッピーニューイヤー、牛がいる、かわいい、みんなあきおめことよろ、牛がいるんだけど超かわいい、この牛、ありがとうございます、ハッピーニューイヤー、あきおめことよろ、やった、牛さんことよろ、牛牛、うわ牛かわいい、あきおめ
すごい。やば、年越したべ。すごい。すごいってか普通に越すんだけどさ。ことやろ。なんか嬉しい、皆さんと過ごせて。あ、牛、たの、ここにいたの。嬉しい。2021年だって。なんか始まった感あるね。なんか2020ってさ、なんかさ、キリが良かったじゃないですか。そこから1になって、なんか進んだ感じがあって。嬉しい。うん。そうですよ、2021年の、私です。あ、牛いいってな。2021年の私だよ、いいな。2021年の大森美恵ちゃんだよ、よろしくお願いします。やったー。どうしよう、何喋ったらいいんだこれね。年越せて嬉しいです、皆さんと。じゃあ今年の抱負言っときますかね。うん、ありがとうございます。あ、牛、牛さん、年の、なんて言えばいいんだろう、牛年おめでとう、牛さん。あ、なんかだるまも飛んでる、かわいいんだけど。今年の抱負言っときますか。やっぱそれだよね。今年の抱負は、今年の抱負からでいいですか、それとも、またキャッチフレーズやろうかな。でも次の配信の最初の方がいいのかな。いや、どうなんだろう。まあどっちでもいいって感じですか。うん、どうなんだろう。どうですかね。うん、うん、あ、ちょっと待って、なんかね、あ、ダヴィンチさん、都会ありがとうございます。キラキラの都会ありがとうございます。ハッピーニューイヤー、ハッピーニューイヤーだね。うん、じゃあ今年の抱負、抱負って目標ってことですか。ことやろう、抱負って目標ってことですかね。じゃあ今年の抱負を言っていきたいなと思います。イエーイ。私の今年の抱負は3つあります。イエーイ。いちいち煽る人です、こんにちは。やっぱね、新年なんで盛り上がりたいから。結構もういい時間でか、夜中です、夜中なのかな、夜ですけど、いいんですよ今日は。3つありますね。あ、ありがとう、優しい、みんなが盛り上げてくれてる。盛り上げてくれてる。まず一つ目は、ででん、健康第一。もうこれはもう言わずもかなっていう感じなんですけど、なんか去年、なんかもうすでに去年っていう言い方になっちゃうのがなんかすごい新鮮。去年がやっぱり、あ、もう健康じゃないと何にもできないんだなっていうことが本当に身をもって気づけたので、来年はもちろんその対策をしていくとともに、もちろんそのコロナ以外のものにならない可能性なんてないわけじゃないですか、全世界、地球上が。だから基本的にも本当に健康大事、もう小さな風邪とかもひかないぐらい、あとは花粉症とかそういうことも含めて、あとはなんかぶつけちゃうとかね、とか、あとはなんか、なんだろうな、肩こりとか。
肩こりはあんまないけどなんかこう、まあ、ちゃんと整体とかにも行っていろんな面で何にも心配なく、あと喉とかね、喉とか目とか鼻とか口とか全部そうだけど、そういうことで全部なんかそこに気取られることなくできるように、あの健康第一がやっぱり一番大切。これはもう皆さん共通で、うん、健康第一を考えて来年はさらに行きたいと思う。だから健康第一を破って無理をするようなことはないようにしたいですね、来年も。うん、じゃあ次2個目、イエーイ。2個目は何て言ってたんだっけ、なんか考えたんだよな。2個目は2個目はあ、2個目はまず、まあ、ファンの皆さんが喜ぶことをしたい、できるようになりたいっていうのと、あとはなんかこうグループにちゃんと貢献できるようになりたい、それが2つ目の目標、抱負ですね。まあ本当になんか変わったこと言わなくてごめんなさいって感じなんですけど普通って感じでごめんなさいっていう感じの感じなんですけど、でもそれが2つ目ですね。うん、なんか、うん、なんて言ったらいいか分かんないけど、アイドルとしてメンバーとしてなんかグループ活動の中で自分のことはもちろんだけど周りのこともやって何かこうグループに貢献できるような年になれたらいいなって思います。基本的ですねでその2つで3つ目、イエーイ3つ目はなんて言ってたんだっけな、なんて考えてたんだっけ私。その2つがまあ重要なんだけど、3番目はなんて言ってたんだっけ、あ、なんて言ってたんだっけな、まあ、3番目はあ、なんかなんだろう、歌とかお芝居とか何かを作ったりとか、そういうなんかこう何かを表現することをもっとやる年にしたいなと思います。だからそれは皆さん表に出てやるっていうのももちろんそうですけど、裏っていうか個人的にそういうあのそういうことを取り組んだりとか、なんか自分の中でもっとできるようになるとか、そういう感じすっごいアウトでごめんなさいアバウトでごめんなさい、ごめんなさい、じゃあそういうことです、うん、なんて言うんですかね、なんか表現したりとか作ったりとか、うん、そういうことを やりたいですねっていうのが今年の抱負です、3つそれを全部こなしたいですね今年は、うん、こんな感じです。うん、だから健康を保ちながらみんなのためにできることを頑張りながら自分が個人的にやりたいことも頑張る、そんな2021年に成したいと思うので皆さん今年もよろしくお願いしますです楽しみです私でも2020年も楽しかったけど2021年はもっと楽しみです、わかんないけど、ありがとうございます
でもうね、早速1月からコンサートがあったりとかするので、そこでやっぱこう、まあみんなのためにも、レッスンとかから頑張っていきたいなと思います。あとそうですね、ビューポンですね、4つ目になっちゃうけど、ビューポンってことで もうそれはもう、なんだろう、もうそれは、それはそうですね、それもって感じで、健康第一に、なんか美容も含んでる感じの感じで そう、で、まあ来年やっぱり劇場とかもね、多分やると思うので、それも楽しみながら、あとはまあ AKB として、グループとして、また何か動きがあるかもしれないですし、新しい何かあるかもしれないし、ないかもしれないし、それは分かんないけど、今後のやっぱ AKB ね、最近ずっと見てはいるんですよ、ずっと見てるんですけど、その今後もっとどうなっていきたいかとかね、どうしたらいいかとかも、なんか AKB の未来のためにできることを頑張りたいなと思います。なんで声ちっちゃくなっちゃうんだろう、そうですね あとは個人的に2021年にやりたいというか、あ、牛おめでとう、牛の年だね今年は、あとはなんか個人的にやりたいと思ってることが、まあ、2020年の年末終わりぐらいからちょっと話は、あ、牛ね、また出てきたの、この終わりぐらいから、まあ、ちょっと話は出てたりとか、2021年にできたらいいなって思ってたことはいくつかあるので、それはすごくでも個人的な話なんですけど、でもそれが何かこう AKB にも貢献できたらいいなって思ってるので、それが今年ちゃんと皆さんにお伝えできるように頑張りたいなって思います。これ見えてるんですかね、皆さんに。見えてなかったら急にこんなことやってる人みたいになっちゃうのかな。牛が出てきたから、牛こんにちはって言ってんだよありがとうございます。出てきたのあ、見えてた、よかった嬉しいありがとうございますあ、ラグがあるんだ、そしたら大丈夫そしたらちゃんとハマってないかも。牛年、来年って虎年ですか。嬉しいラグがあったのか、そしたら変な人みたいになっちゃうな来年寅年じゃないですか、多分私寅年なんですよ。ってことは来年年女、来年年女、来年年女やったー年女って何があるんだろう年女って どうしたらいいんですか、何があるの年女って。やったーっていう、あ、だから年女だから私の年っていうことですね。じゃあ来年私の年になるということで、今年はそこに向けて私の年に近づいていくっていう感じで年になればいいなと思いますね。
うん、牛出しの方おめでとうございます。早かったね、まだ寅年じゃなかった。じゃあ今年はいっぱい牛グッズを集めたいと思う。やっぱやめとこう。集めません。うん、やめときます。牛つまめてます、ちゃんと。うん。はい。2021年楽しいです。豊富。うん。AKB もね、どうなっていくんですかね。わかんないけど。共鳴。うん。つまめてないんだって、ラグがあるからか。うん、でも AKB がね、やっぱ一番輝いていて欲しいんですよ。私はみんなそうだと思うんですけど、うん、だからね、みんなで盛り上げていきましょう。もううん、12時半ぐらいまでやろうかなと思います。皆さんもう夜遅いから眠くなっちゃいますよね。あー、おいしいおいしい、出てきたな。うん、もう、うん、だからそういうね、中で私がどういう風に活動していけるのかっていうのが、うーん、すごくまだ未知数なんですけど。でもね、やっぱりね、私はね、すごく怖がりなので、皆さんがついてくれていればきっと大丈夫だもん。イエーイ。うん、なので皆さんよろしくお願いしますね。まあまあ。うん。まあまあ。いけました、おめでとうございます。うん、早くね、言いたらいいですけど、新しいこと、新しいこと挑戦したいですね、今年は。うん、それで皆さんに見てもらえる機会が増やせたらいいなって。うん、コンサートね、楽しみです。書き留めしてないな、最近私。何年間も、うん、書道ね。あのさ、大森美優っていう文字がさ、真っ黒になっちゃうんですよ。特に優が、優しいの優が真っ黒になっちゃうんですよ、あれ。本当に画数が多いからさ、そう、あれ大変なんですよ。細く書かないと。うんうんうん。で、私の中で今やりたいことというか、やってみたいことが自分の中で3つあって、その3つがどのぐらいで実現されるのかっていうのがすごい楽しみ。うん、でもそれは全部自分次第のものになっちゃうので、頑張ります。うん、うん。あとはあのね、復活したインスタちゃんも引
き続き頑張りたいと思います。ありがとうございます。あとは何かな、皆さんにはもうあとは楽しみに待っていただくことしかって感じかな。あとはあのお話し会とか結構あるので、そこでも楽しみに待っております。明けおめ。なんか2021年いい年になりそうな気がしてんのは私だけ？まあ毎年そんなこと言ってんのかもしれないけど今年はダメだとか言ったことないから、毎年いい年になりそうって言ってんのかな。今日、あ、来年の今頃にはあのもっと来年の今頃はもしかしたらまたこんなことやってるかもしれないですけど、今よりちょっと成長しててほしいなって思うし、今よりちょっと美しくなっててほしいなって思うし、今よりもっと何か目標を見つけてほしいなって思います。バイ。2021年の私より今来年の私に向けて言ってるんですよ。ヤッホー、来年の私見てる？きっと届いたと思います。ありがとうございます。ワク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 してね。眠くなってきましたが、もう夜遅いもんね。私もうちょっとだけ眠くなって、でも今日はちょっとなんかイエーイってなっちゃって寝れないかもしれないイエーイってまた一人で踊ろうかなと思います。いや今日寝れるかな、そんな落ち着いて寝れない気がする。今なんかすごい走り出したい気分。あ、そうですそうです、私にしかできないことを見つけてそれを頑張る。もう今すごい走りたい。風になって風になってって感じ今普通になんかジャージとか着てスニーカー履いて外をもうこんなんだよ、だから走りたい気分。はい。寒いですね。急に寒くなったよね。明けおめ。走りたいですね今、そういう気分。じゃあ今聞きたい曲を発表します。何しようかなあれ、走れ私全速力で歌いしたバスから、あ、まあ、走りたいって言ったからその歌になっただけなんですけどね。バイ。なんだろう今の私の曲私が今聴きたい曲はなんだろう、今の自分に合ってる曲。
なんか明るい感じ全然思いつかない思春期のアドレナリン、不可能なことはない、ないわとしてた、歌って踊る、あ、そろそろランキング見たいと思います。1位ダヴィンチさん、2位コリンさん、3位マヌビーさん、4位コーアットマークボーチャー二号さん、5位ミューズさん、6位白崎さん、7位高文さん、8位岩井良二さん、9位抹茶バイさん、10位園田長崎さん、11位あやかんちゃんあきおめイエーイ、12位ペンあきおめイエーイ、13位安彦アトマークポーネーチャー市川さん、そしてその他にもたくさんのたくさんのみんな見てるよ、みんな見てるよ、ありがとうございました。ありがとうございました。いやでもこの年越しという重要な瞬間を皆さんと過ごせて楽しかったです。短い時間でしたがありがとうございました。明けおめことよろ、おやすみなさいありがとうね。今年も、今年も楽しみましょう。ありがとうみんな。じゃあ今年皆さんがすごい頑張れそうな何か一言を言おうかな何でしょう、何系がいいかな。何系がいいかな皆さんが今年1年もう本当にもうマリオのスター状態のようにでででででででって頑張れるような一言何にしようかな。どっちしようかな。ちょっとふざけちゃうな。ふざけてシーンってなる未来しか見えないかやめとこうかな。年玉はあげません。あげません。まだ子供なので。まだ子供なのでお年玉はあげません、あげれませんごめんなさい何だろうね、まだ5歳なので年玉あげれませんどうしようかな。2020年どうしようかな。自分で言い出したら全然思いつかない年玉あ、わかった、思いついた、みんな行くよ、みんな2021年明けましておめでとうございます。お年玉私だよ、ありがとうございましたみんなおめでとう、お年玉まあこれがお年玉おめでとうございましたさあ、年玉どうぞどうぞ、バイバーイおやすみなさい、本当にありがとうございましたバイバーイ、今年もよろしくね、バイバーイ。
バイバーイ。ありがとうございました。バイバーイ。ありがとう。みんなおやすみなさい。バイバーイ。5、4、3、2、1。ありがとう。